結論言うと、もう妥協点を探すこと自体が無理なんだよ。だから、どう譲歩するとか妥協するって、多分ウィンウィンじゃない。どうすりゃいいの？完全に任せる。いや、任せたら、そのあっちには、あっちが妥協してることになるじゃん。本当はやってほしいのになとかさ。ああ。本当はやってほしいけど、ってなっちゃうじゃん。そこで仕事と一緒。仕事と一緒やっぱ。例えばじゃあ、完全に任されるだったらどうなの？仕事を？家事とか。そう。仕事と一緒。それで飲み込めんの全部。俺は仕事をする。だから、それ以外全部やってくれっていう解決策。専業主婦じゃん。そう、専業主婦になっちゃうんだよね。今日も話をしたのは、やっぱ共働きの方が子供って幸せじゃないっていう話をしてたのよね。経済的な余裕が、経済的な余裕がやっぱ経済的な余裕が幸せなんじゃないかって言ってね。この前なんかの文献で見たのは、主婦女性の幸せ、何が幸せかっていうのの文献で、子供がいない方が、子供がいるに比べて相対的に幸せだったっていう研究結果があったのでね、子供が専業主婦だろうが共働きだろうが、それが専業主婦、働いてる状態がパートだろうが正社員だろうが、両方とも同じ子供いるいないで同じ、それ以外の条件を同じにしたら、子供がいない方が幸せだったわけや。要は子供の育児って結構女性のその幸福感みたいなのをやっぱ純粋に経済的に、もちろん子供がいるっていうのの幸せは計り知れないものだろうから、そこはちょっとフォローするけどそうね、僕はあくまでも経済的に、まあお金も時間もそりゃいない方が余裕はあるだろうね。経済的に余裕はある、経済的な幸福感で測ったらっていうので、だからその一人の人に対して子供が生まれる前と、子供が育児をしている期間と、子供が成長して自立した後のタイミング、その3か所でどこが幸せでしたかをちょっと感想モードに入った。